ヒエロニム、アウグスティン・ルボミルスキは、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族、政治家、軍事指導者、公、ヘトマンの家事、セバスティアン・ルボミルスキとコンスタンツア・リゲンザの三男。ビシニチュ、ヤロスワフ及びジェシフの領主であった。プーツクの聖職六修道院長及びマルタ騎士団員で、1676年より王官僚大騎種。 1683年より、王官僚区内副長官、1692年より、王官僚財務長官、1702年より、クラクフ県知事、クラクフ城代及び、王官僚野戦へマ満を務め、同年中に、共和国最高軍司令官である王官僚代へ、トマ満に承認した。1675年白足勲章を排除。ヤン三世ソビエス機の指揮下で、 クリミア・タタールやオスマン帝国軍と戦い、1673年のホチムの戦いにも従軍した。また長兄、スタニスワフ・ヘラクリュシュ同様、1665年に父が起こしたルボミルスキの反乱に参加することは拒んだ。1681年通常政務の議長に選ばれた。1683年の第二次委員包囲で勇猛さを示してその名を轟かせた。 また、それに続くハンガリーでの戦役にも従軍した。1697年の国王自由選挙では、フランス人のコンティコー、フランスアレイを支持した。1704年作戦出身のアウグスト2世に、敵対するワルシャワ連盟に参加、国王空位が宣言されると、スウェーデンの支援を受けて自ら、ポーランド王位につこうと格索した。しかし、 スウェーデン政府がスタニスワフレシチニスキを信号に選ぶと失意のうちに政界から引退した。ありがとうございます。